はい、皆さんこんにちは。魚と共に生きるです。本日はですね、鶴の御殿場海岸というところに来たんですけど、ここがですね、無料でハマグリがゴロゴロ取れるので、その様子を紹介していきたいと思います。はい、それでは掘っていきたいと思います。潮干狩りのポイントなんですけど、こうやって触ってみて、触ったりして柔らかいところ、硬いところやとハマグリが入れないんで、なるべく柔らかいところをこう狙って取ってもらうとハマグリがいる可能性が高いです。こうやっているとこは手でも、柔らかいと手で全然掘れて、でっかいのいたりします。でかいのおった。よし。こうやってたまに手でやると、こういう貝の切れ端とかがあるんで手が滑って、軍手とか履いてやるといいと思います。だいたい1匹おったら集団でおる可能性も高いんで、その辺をちょっと集中的に掘っていきます。来ました。めっちゃでかい、でかいの来た。あとはこんな感じで結構小さいのも多いです。よし、おお、でかいの来た。ハマグリ来ました。でかいかな。結構でかいです。見てください、今掘ってたら、やーだー、渡りガニ出てきました。めっちゃ可愛い。痛い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 。めっちゃ可愛いです。でもこれはちょっと痛い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 。さすがに小さいので逃がしたいと思います。渡りガニ、ザリガニが YouTube デビュー、かわいいな。風がやばい。とりあえずちょっとこの辺掘っていきます。ここ結構一面掘ったんですけど、結構取れたんですけど、小さいのが多いですね。でっかいのでこんぐらいとか、まあでも5分ぐらいでこんぐらい取れました。ちょっともうちょっとでかいの欲しいんで、でかいのもうちょっと取ったら帰ろうかなと思います。小さいのはもう見てください、こんな感じで、めちゃめちゃ小さいのは多い。天気もいいし、あれから1時間ぐらい経ちました。じゃあ1時間でどんだけ取れたか、結果見せたいと思います。よいしょ、取ったんで1時間でこんぐらい結構取れました。一番でかいのがこれです。はい、改めまして、本日の食材が今目の前で取れた天然のハマグリで、こちらを焼いて焼きハマグリにしていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。砂は噛んでると思うんですけど、そこはもう気にせずに焼いていきたいと思います。贅沢ですね、取れたてを焼いて食べると。押してきます。風でつかへん、風でつかへん。
潮干狩りしてる方いますね。僕はもうマグリを食べたい。はい、よし、これ良さげなんでこれ食べたいと思います。熱っ、めっちゃ熱い、熱そう、めちゃくちゃ熱い、やばい。うん、めっちゃうまい、うまっ、めちゃくちゃ味が濃いです。めちゃくちゃうまいけどめちゃくちゃ熱い。ちょっと軍手取ってきます。できなかったんで服つかります。何もつけなくても塩味効いてる。砂もそんな思ったより噛んでないです。はい、こんな感じで完食しました。めちゃくちゃ美味しかったです。今日はですね、津の御殿場海岸でハマグリ、こんなでっかいハマグリを取って、それをその場で焼いて食べるというめちゃくちゃ贅沢な動画でした。めっちゃ面白かったです。また皆さんも機会があれば御殿場海岸でハマグリ無料で若葉が取れるので行ってみてはいかがでしょうか。それではありがとうございました。また動画がいいなと思ったらチャンネル登録とか高評価とかとコメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴